言語聴覚士国家試験合格を目指す皆さんを応援するデレットチャンネル、本日は音響学よりマスキングと聴覚フィルタというテーマで解説していきたいと思います。本日の問題はこちら、リクエストありがとうございます。第21回の午前42番、純音を雑音でマスクするときに関与する聴覚フィルタについて誤っているのはどれかということで、5つの選択肢が並んでいます。はい、今回マスキングと聴覚フィルタっていうタイトルでやっていくんですが、このマスキングっていうところを深く細かくやっていくとまたちょっと難しい話になってくるし、かなり奥が深いものになってくるので、それはまた別で解説できたらいいなというところで、今回はこの第21回の42番のこの選択肢に沿った解説を1個ずつしていきたいと思います。それぞれですね、これ誤っているのはどれかなので、1つ×があって他は正しい選択肢なんですよね。それがどういう意味なのかっていうのをこの動画を見れば分かるようになったらいいなと思っています。で、その5つの選択肢の解説に先立って、純音を雑音でマスクするときに関与する聴覚フィルターについて誤っているのはどれかというこの問題文の意味をまず見ていきたいと思います。はい、まず問題文にあった純音を雑音でマスクする、これどういうことなのかっていうイメージを見ていきましょう。そもそもですね、マスキングってどうして行うかっていうと、この絵にあるようにこちら右耳ですね、この右の耳を検査してるんです。右耳で何デシベルの音が聞こえるかっていうところを検査したいので、右にピーっていう純音を入れます。でもそうした時に反対側の左耳にもこの特に骨道ですね、骨を通してピーっていう純音が入っちゃうんですよね。この右耳でピーっていう音を感じて聴力検査のボタンとか押さなきゃいけないのに、この右耳ではまだ聞こえてないけど回り込んだ左耳の方からピーっていう音が、こっちの耳、いい耳です、こっちから聞こえてしまったら、あ、聞こえたって勘違いしてボタンを押しちゃう、そういうことを防ぐために検査している耳じゃない方の耳にはピーっていう音が入ってこないように、ザーっていう雑音を流してこのピーを防止している、これマスキングですね。で、まあ、ちなみにちゃんと言うと、このピーっていうのが反対側に回り込んで聞こえちゃうっていうのをクロスヒアリングとか、かっこいい名前がついてたりしますね。それを防ぐためのマスキングです。まあ、つまりマスキングっていうのは大きい音のせいで小さい音が聞こえなくなることです。でですね、今回の過去問はこのマスキングと聴覚フィルタっていうのを組み合わせた問題になってます。聴覚フィルタに関しては詳しく説明している動画過去に上げていますので、まだ聴覚フィルタっていうのがいまいち理解できてないっていう人がいましたら、よかったらそちらの動画を見て勉強してみてください。で、この問題、純音を雑音でマスクするときにとかいうこの話に聴覚フィルターが入ったとき何が難しいかって、このマスキング自体は大きい音のザーっていう音のせいでピーっていうより小さい音が聞こえなくなるっていう音の大きさの話です。だけど同じ問題文に入っている聴覚フィルターっていうのは、このピーっていう、これ純音の純子ちゃんです。この純子ちゃんは例えばです、 1000Hz の純音だったとします。するとこのたくさん並んでいる基底板上の有毛細胞、その 1000Hz 周辺を担当するこのあたりの有毛細胞だけが揺れるんです。他のところは揺れない。他のところはいつ揺れるかというと、こいつ 1000Hz 担当です。じゃあ 2000Hz 担当だったらこの辺の子が揺れ出すと、で 500Hz 担当だったらこの辺が揺れ出すと、それぞれ基底板が振動する部位が周波数によって決まってるっていう考え方が聴覚フィルタです。つまり聴覚フィルタっていうのは基底板が振動する周波数帯域の話なんです。音圧レベルの大きさに関わるマスキングと周波数の高さが関係する聴覚フィルタ、そこでちょっとややこしいなという感じになるんですが、ここしっかりと押さえておきます。いいですか？
確かにこの聴覚フィルターっていうのは周波数帯域によって振動する場所が決まっているという考え方なんですが、周波数と音圧って違う話みたいに混乱しちゃうかもしれないんですけど、大きい音のせいで小さい音が聞こえなくなる、これ聞こえなくなるってどういうことかっていうと、こういうことなんです。蝸牛の中の基底板です。これ基底板の上に有毛細胞がいっぱい並んでいる。音が聞こえるっていうのはこの有毛細胞が揺れた時のことを言うんです。つまり周波数が何ヘルツであろうが、もうその高さは関係なく、基底板が揺れて有毛細胞が発火して神経が興奮することで生じる感覚が聞こえるっていう感覚なんですよね。で、例えばこの純音の純子ちゃん 1000Hz だった時に、 1000Hz の純子ちゃんがこう寄ってきたことで有毛細胞が揺れた、これを抑えるためにこの 1000Hz 担当の有毛細胞を押さえつける雑音を投入することで聞こえなくなってるんです。揺れてないので。良いですかね。これがマスキングと聴覚フィルターの関係です。ただ単にこのピーっていう純音をかき消すために大きな音を出すっていうだけがマスキングじゃなくて、より効率的に無駄がなくこのピーの音をかき消すために選び抜かれた雑音を使ってピンポイントでこの有毛細胞だけを押さえつけてるんです。極端に言うとこういうイメージになります。はい、ちょっと前置きが長くなったかもしれないんですが、マスキングっていうのは聴覚フィルターっていう視点で見るとこんなイメージがあるんだなと思って、ここから5つの選択肢を見ていきます。では行きましょう。まず1番と2番の選択肢一気に潰していきましょう。1番、蝸牛の基底板の周波数選択性が反映される。蝸牛の基底板、はい、この絵を見てみましょう。これ蝸牛を伸ばしたところで、これ基底板ですね。で、先ほども話したように聴覚フィルターっていうのは周波数の高さによってこの基底板の揺れる位置が変わってくるという考え方を言います。なので例えばです、 2000Hz の純音が聞こえてきたとします。するとここが揺れますよね。 2000Hz 担当ゾーンがこの辺りなんです。で、その時にマスキングするために使った雑音が 500Hz 周辺の雑音だったとします。するとこの 500Hz ぐらいの高さの音でザーって言ってたら、この蝸牛の基底板の上にある有毛細胞の 500Hz ゾーンが揺れてるんですよね。で、本当に隠したい 2000Hz の音、これはこれでまた別の場所で揺れてるんです。つまり揺れているということは聞こえてるんです。ザーっていう低めの雑音とピーっていう 2000Hz ちょっと高めの純音、結局聞こえちゃってます。この 2000Hz の純音を消したいんであれば、同じ 2000Hz 周辺に刺激を与える雑音じゃなきゃダメなんですよね。なのでこの蝸牛の基底板の周波数選択性が反映される、これは正しい説明です。で、同じイメージで2番見てみます。関与する聴覚フィルター以外を通過する雑音のパワーも影響する、はい、結果的にこれが答えになるんですけど誤っています。関与する聴覚フィルター以外、つまり先ほどと同じように 2000Hz の純音を抑えたい、隠したいっていうんであれば 2000Hz ぐらいの雑音を投入する必要があるんですよね。それなのに全然 2000Hz と高さの違う 500Hz ぐらいの雑音を入れましたと。で、この雑音どんなに大きな音にしたってそこで押さえつけられるのは 500Hz あたり担当のこの有毛細胞たちだけです。どんなにここの雑音が大きくなってもこの 2000Hz のピーっていう音は揺れてる、つまり聞こえてるんですよね。だから関与する聴覚フィルター以外を通過する雑音のパワーも影響するかっていうと、それは影響しません。この 500Hz 周辺の音がどんなに大きくなってもこっちでピーって鳴ってる 2000Hz の純音は聞こえるんです。だからこの2番は×。いいですかね。
もう過去問の答え出てしまいました。2番が答えです。だけど残りの選択肢も見ていきますよ。はい、3番、関与する聴覚フィルタの信号対雑音比が 0dB 以下でも純音は検出できる。はい、これですね、もうできます。これはマスキングがどうとか聴覚フィルタがどうとかいう話の前の話になっちゃいます。信号対雑音比、信号っていうのがまあ純音としましょう。で、雑音っていうのはまあ雑音ですよね。で、この比が 0dB 以下、まあ、つまり信号、純音が 0dB よりも小さい大きさだとしても人はその音を感じることができるかっていう話です。聴覚検査では 0dB が聞こえる人います。耳のいい人はマイナス 10dB とかマイナス 20dB とか域値がそれぐらいの人っています。なので、まあ、わざわざ難しく書いてくれてて聴覚フィルタの信号対雑音比とか言ってるんですけど、まあ、要は 0dB 以下の純音も感じることができるかっていう話です。なのでできる、丸です。はい、3番はそのぐらいでいいと思います。じゃあ次4番、強帯域雑音では中心周波数と純音周波数との関係でマスキング効果が変わる。はい、これ正しい説明です。まずこの強帯域雑音っていうものについて説明していきます。これはですね、このマスキングの世界で言うと強帯域雑音っていうのはバンドノイズと思ってもらっていいと思います。もちろん他にも強帯域雑音って呼ばれるものあるんですが、その代表はバンドノイズです。バンドノイズってどういうものかっていうと、まず言葉で説明するとこちら、ホワイトノイズやピンクノイズって言われる、これ高帯域雑音です。これの不要な部分をカットした雑音になります。イメージ、例えばこれピンクノイズとします。この雑音のいらない部分をカットして残ったこの部分、この幅狭いんです。これをバンドノイズと言います。で、この強帯域雑音っていうのが分かったところで、じゃあ中心周波数と純音周波数との関係でマスキング効果が変わるか、これどういうことかというと、中心周波数、例えばですよ、この強帯域ノイズをカットしてこの強帯域のバンドノイズを作りました。このバンドノイズ、その周波数帯域、例えばです、 1200Hz から2200Hz の成分を含んだバンドノイズだったとします。するとこの1200と 2200Hz のど真ん中の周波数って 1700Hz なんですよね。ここ、はい、これが中心周波数です。このバンドノイズの中心周波数は 1700Hz。 ではもう一つのバンドノイズ作ってみます。カットしてこの周波数帯域 1000Hz から2000Hz の周波数成分を含むバンドノイズが出来上がりました。このバンドノイズの中心周波数は1000と2000のど真ん中 1500Hz が中心周波数になります。さあ、ここで純音の純子ちゃん、この純子ちゃん、周波数は 1500Hz です。この1500Hz の純子ちゃんをマスクする、つまり聞こえにくくするには、このどちらの方が有効かと言いますと、 1500Hz の純音をマスキングするんであれば、中心周波数も同じ 1500Hz のバンドノイズの方が効果的だと、というかこれが最も効果のある雑音だとされています。はい、ということでこの中心周波数と純音周波数との関係でマスキング効果は変わります。こちらの1200から 2200Hz のバンドノイズに比べて、1000から 2000Hz のバンドノイズの方がこの 1500Hz の純子ちゃんをマスキングするのに効果的です。なので4番は丸。では最後いきます。5番、白色雑音の時雑音パワーの上昇は検出域値の上昇を起こす。はい、文字の大きさ間違って入りませんでしたが、この説明丸です。どういうことか解説していきます。はっきり言ってですね、この選択肢、白色雑音の時、この言葉無視していいです。どんな雑音であろうがこの説明文は成り立つと思います。イメージで見ていきますよ。そもそもこの選択肢の文章の
検出域地ってマスキングにおいてこの検出域地っていうのはどういうことなのかというところを見ていきましょう。聴覚検査をしていて測りたい方と反対側の耳をマスキングしようと思います。で、本来反対側の音では感じてほしくないこの純音の純子ちゃんピーっていう音が、検査している耳から回り込んで反対側の耳の有毛細胞のところまで行き着きました。で、このピーっていう音に反応しないためにザーっていうこの雑音が、送り込まれてますね。この雑音のおかげで純子ちゃんに反応しないで、基底板は揺れず押さえつけられてます。ただこの純音の純子ちゃんもっと大きな音になってみます。すると雑音の大きさはさっきと同じままです。この時ムムってなってますね。ちょっと純音が大きくなってきた、これもしかしてもうすぐこの子たち動くかもしれない、もっと大きくなります、ピーって。この雑音を超えるぐらいに大きな音になった時、とうとうマスキングの雑音を払いのけてこの基底板が揺れて有毛細胞が自由に動き出しちゃいました。これ検出域地です。押さえつけられていたんだけど、この押さえてた雑音以上に大きな音になった時にその純音に反応して揺れ出したところが域地ですね、マスキングしてる場合ので。これなんかおめでとうって感じに思っちゃうんですけど、こうなっちゃダメですからね。これ検査してない方の耳の話です今。こうならないようにうまく雑音の大きさを調節しなきゃいけないんですよね。で、ここまでの絵は、イメージだったんですけど、要するにこの、選択肢の説明ってどういうことかっていうと、聴力検査のマスキングにおいてマスカーと呼ばれる雑音ですね、このザーっていう雑音が大きくなるっていうことは、それは SN 比が小さくなるっていうことになります。これちょっと混乱しやすいかもしれないんですけど、冷静に見てみますね。 SN 比、信号対雑音の比です。信号っていうのがこの場合純音の純子ちゃん P ですね。この音の大きさと、N が雑音です。大きく、雑音が大きくした時、例えばです、純音の数字が1だったとしますよ。で、雑音の数字が2だったとしたら1/2、 SN 比が1/2っていう数字だとしましょう。で、雑音をもっと大きくする、さっき2だったのを10にしたしたら1/2が1/10になりますよね。雑音が大きくなるほど SN 比は小さくなるんです。そうすることで検出域地は上昇します。域地が上昇するっていうのはどういうことかっていうと、この基底板が揺れて有毛細胞が揺れるためのこの純子ちゃんの音の大きさが大きくなっているのが域地が上昇してるっていうことです。ですよね。雑音が大きくなればなるほどこの純音の大きさも大きくしないと有毛細胞は揺れないんです。この最後純子ちゃんこの大きさでこう振り落とされたこの雑音、もしこの雑音がこの純子ちゃんよりも大きな音だったとしたら、この子が現れてもまだ押さえつけられた状態になっているままのはずです。雑音パワーの上昇は検出域地の上昇です。域地が大きくなるっていうのはこの純音が大きくないと基底板の振動に行き着きませんよっていうことになります。この域地が上がるとか下がるって結構ややこしい話なんですけど、デシベルの数字で考えたら分かりやすいですね。この雑音が例えば10デシベルだった時は、その10デシベルよりも大きい純音が入ってきたら聞こえるわけですよね、ゆらゆらと揺れて。じゃあこの雑音が50デシベルだったら、この純音も50デシベルよりも大きい音じゃないと揺れない。で、どっちの方が域地が高いかっていうと50デシベルの方ですよね。雑音が大きいほど域地は上昇します。はい、ということでこの5番も丸です。さあどうでしょう、ちょっとややこしかったかもしれませんけど、実はこの過去問ってマスキングと聴覚フィルターあんまり細かいところ出てないんですよね。大まかな知識があれば解ける問題でした。ということで一番最初戻ってみましょう。
はい、純音を雑音でマスクするときに関与する聴覚フィルターについて誤っているのはどれかという問題だったんですが、それぞれの選択肢は、ここまで解説した通りです。これ本当何が難しいって、答えに行き着くまでに惑わす言葉が多いんですよね。この周波数選択性が反映されるとか難しく言ってるけど、要するに聴覚フィルターっていうのは規定板上で揺れる場所が周波数によってそれぞれ担当が決まってますよっていう意味だし、なんか関与する聴覚フィルター以外も通過する雑音のパワーも影響するって難しく感じるけど、さっき解説の中で見たイラストを見たら、もう関係ないところが揺れたってそれはもうマスキングとして意味がないよっていう話だし、この3番もあんまいろいろ書いてるけど、要するに 0dB 以下も人って聞こえますかっていう話と同じようなもんです。4番がちょっとマスキングっていうことに関して、どういう雑音が効率的に純音をマスキングできるかっていう知識が必要になるかなと思います。これはもう新しく覚えていいと思います。純音周波数、つまりマスキングしたい音の高さと、中心周波数が一致している雑音はとても効率的にマスキングができるという話です。で、5番は白色雑音の時雑音パワーの上昇は検出域値の上昇を起こす。言葉的にはとても難しいんですけど、そもそも白色雑音とか関係ないです。どの雑音の時もその雑音が大きくなった時、ピーっていう音を感じる域値は上昇します。僕たちもそうですよね。静かな場所で喋る時より、すごい騒音の中で喋る時の方が大きな声を出しますよね。大きな声で喋らないと相手に聞こえないからです。それって騒音の中では域値が上昇してるからなんですよね。それがこの5番の話です。はい、ということで、この問題の答えは2番。まあ、今日の解説もイメージ上の話がかなり多かったんですけど、少しでも皆さんの理解のお役に立てたらいいかなと思います。この聴覚フィルターっていうのは一つのモデルなので、実際に目で見て確認できるものでもないし、かなりとっつきにくい難しい内容だなと思うのも無理がありません。で、マスキングに関しても結構複雑な言葉が並ぶし、ちょっと苦手っていう人もいるかもしれないんですけど、まずこういったイメージの中で聴覚フィルターってこういうことを言うんだなと、でマスキングっていうのは耳の中で雑音を使ってこんなことが行われてるんだな、規定板がこんな風に押さえつけられて揺れたくても揺れない有毛細胞があるんだなと、そういったイメージを持ってもらうだけでも音響学のこの領域の勉強はちょっとやりやすくなるんじゃないかなと思います。ということで、よかったら国家試験勉強の参考にしてください。また解説リクエストがありましたら、インスタ、ツイッター、コメント欄からお待ちしております。それでは本日も最後までありがとうございました。